こちら買ってまいりました。じゃじゃん。さすが。みなさん、ちょっと1本だけちょうだい。そうだよ。ね、これとこ、こんにちは、クエチャンネルのセト、シナです。あたしです。ただいま朝の8時25分です。今日の企画は昨日お伝えした通り1日1000円生活ということで、3食を自分の分、まあ、1000円のうちでおやつも含めて買ってもらって1000円で過ごせるかチャレンジをしていきたいと思います。はい、ルールとしてはですね、3食必ずどこかお店で買ってもらうんですけど、1食節約するためにお菓子だけっていうのは禁止です。はい、はい、おやつでお菓子はありですか？もちろんおやつでお菓子は OK で、で1000円超えてしまったら次元でございます。あ、分かった。青汁を飲む。青汁は飲みません。はい、はい、ケツバット。ケツバットは出しません。ということで罰ゲームはですね、はい、3日間お風呂掃除をしてもらいます。え、やったそれでは今日は1日こちら1000円でやってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまず着替えたりしなきゃいけないので、うん、着替えていきましょう。はい、行ってきます。行ってきます。ということでね、あれから着替えて行ってきました。はい、でただいまお時間がですね10時21分になってしまいました。めっちゃかかったね。とりあえずね、朝ごはんを買ってきたので紹介したいと思います。では私から紹介します。私は、まとめて買ってきました。朝、昼、夜を買ってきました。はい、じゃあその作戦ですね。はい、じゃあまずは朝ごはんから紹介していきたいと思います。じゃん、一口ずつ目のソーセージです。パンですね。はい、やっぱシノは朝パンだとお腹に溜まりやすいので、こちら7個入りなので、7個じゃ朝ごはん全部食べきれないので、お昼ごはんもこれを食べたいと思って、まず朝とお昼でこれ1袋。うっそ、足り足りる足りる。あ、じゃあ飽きない。飽きない。ここになってさ、調味料 OK なんでしょ。うん、ケチャップだってかけられるし。おー、それで飽きると思って、じゃん、さっきのチーズのプレーンを作ってきました。高くない？大丈夫？で、こっち朝ごはん、こっちお昼ごはんで2個ついてるので分けたいと思います。朝と昼はまるっきし同じごはん。うん、はい、はい、お値段は、はい、一口包みソーセージは192円でした。さっきのチーズプレーンは192円で、2つとも292円でした。はい、飲み物は、飲み物はお家にある水。あ、水で。お水で。はい。でですね、私はですね、朝ごはんは2つ買ってきました。うん。で、まず1つ目はこちら。私なんと1店舗目、セブンイレブンに行ってまいりました。でね、ここでもちもちチョコブレッドっていうパンを買ってきました。でですね、これは普通に今書いてある通り138円だったんですけど、ね、今考えるとちょっと高かったかなとか思うんですけど、めっちゃ美味しそうだったので買ってみました。はい、で、あとはスーパーでウーロン茶を買ってきました。で、なんとこれの値段がですね、安くてですね、51円。おお、ということで、そうで、これが 600ml 入ってるので、これも朝と朝昼夜もう全部1日通して飲みたいと思います。おお、チーズ通しての水っていうか、もう茶で51円が安いと思ってウーロン茶買ってまいりましたので。最後おやつ買ってないの？おやつはね、いらない。おー、朝と昼の分は買ったんですけど、夜の分はまだ買ってないので。おーですね、まあ、お昼の分はまた後で紹介したいと思います。朝ごはんにしたいと思います。いただきます。はい、というわけでいただきます。ちょっとこれやっていきます。めっちゃ美味しそう。てかこれ好きなんだよね私。うん、美味しい。じゃあちょっとチンしてる間にこちら食べていきたいと思います。これなんか性格がわかるよね。ね、一気に使っちゃうタイプと、うん、こうなんかコツコツ使うタイプで。いいですね、さけるチーズ。焼けました。じゃあ早速食べていきたいと思います。はい、いただきます。うん、中にマヨネーズもあって美味しい。え、マヨネーズ入ってんの？うん、へえ。うん、結構お腹いっぱいになってきた。早っ。
ごちそうさまでした。ということで朝ごはんが食べ終わりました。お昼までバイバーイ。はい、ということでお昼になりました。今の時間はですね7時3分です。はい、ということで、まあ、ちょっとね遅めのお昼ご飯なんですけど、もう朝の時点でお昼の分までは買っておいたので紹介したいと思います。今回スーパーで買ってきたんですけど、私今回焼きうどんをお昼ご飯に作ろうと思いまして買ってきました。まずこちらですね、うどんは大事ですね。こちらなんと30円でした。安いですね。はい、そして次野菜増し袋ということで、あれでね野菜とかがこういっぱい入ってるやつを買ってきたので、焼きうどんの具材にしていきたいと思います。これ確か68円ぐらいでした。ちゃんとしたのはここに出しておきます。ということで調味料は使っていいっていうことだったので、このね冷蔵庫に入ってあったソースとかを使って、早速ちょっとねもうこれがちょっとしかなかったので、これとこれを使って焼きうどんを作ってお昼ご飯にしたいと思います。肉なし焼きうどんということで作っていきます。ではまず油を引きますね。では早速この野菜を全部入れちゃうかな。フライパン振ってみて。うわ、怖い怖い。いや、待って無理だ。よし、出ました。ではソース入れます。じゃあ最後に醤油をちょっと。はい、お昼になりましたということでですね、私は焼きうどん作ったんですけど、しのさんは、しのさっきのかけらチーズと、はい、じゃあバニラヨーグルトです。はい、さっきの朝のパンは食べないんですか。はい、これは3つ入って181円でした。はい、ということで1個60円です。はい、いただきます。まっ、しのちゃんそれお腹空かない？うんうん、大丈夫大丈夫。うん、これは麺だと思って食べれば OK。 焼きうどんの味そうですね。ラーメンのラーメン、なんか醤油ラーメン悲しくなってくるよ。みんなさ、ちょっと1本だけちょうだい。ただよ、ね、これとこなら、1本ずつ交換。そちら1食おいくらでしたっけ。1食100円ぐらいですね、これ。おー、シノさんのお辛い食は、ね、100円ぐらいですね。シノは200円ぐらい。160円。ちょっとユーグルト食べちゃってもらいます。おいしい。シノさん飲み物は水。水。まあでも一応夜ご飯はシノが好きなのだと思うんだけどね。一緒に買いましたね、スーパーで全部。さゆちゃんはまだ夜ご飯は買ってないので、うん、何を買うのか楽しみですね。ごちそうさまでした。ということでですね、お二人とも食べ終わったんですけど、私がね、まあ、もやしが苦手っていうか、なんかすごい食べると早くなるので起こしたので、なんかしのがね食べるそうなので、ほらやっぱ足りないでしょ、ちゃんと繊維をうまく使わなきゃ。いただきます。え、無理して食べなきゃ。夜ご飯にまたお会いしましょう。何を食べるかお楽しみにということで、バイバーイ。はい、夜ご飯の時間になりました。はい、ということで今お時間の方が、はい、じゃじゃん、6時20分です。はい、では夕ご飯を紹介してください。後ろから、はい、じゃじゃん、人気の三色そぼろ丼です。おー、いいじゃん、めっちゃいい匂いするんだけど。鮭と卵とそぼれです。はい、でちょっとこれじゃ足りないので、でやっぱニラヨーグルトのヨーグルトもまた食べます。お値段の方がこれは321円です。おお、ということで私ですね、はい、私なんとあと夜ご飯しか残ってないんですけど708円ぐらい残ってまして、おお、こちら買ってまいりました。じゃじゃん、くら寿司。さすが。まあもうさすがということで、私と言ったらくら寿司ということで、ちょうどね6皿分買って、それが690円だったので、あと18円残して
じゃじゃーん、こんな感じで6皿分買ってきました。というわけで早速食べていきたいと思います。そういうことでですね、反省点としては今回1000円1人多かったんじゃねっていう感じでですね、終わりました。はい、はい、なので次回はそうですね600円ぐらい、いいですね、なんなら500円でもいきますよ。おお、お昼100円でいけたってことはいけるでしょ。確かに。じゃ次回は3食500円で、おお、いいですね、はい、やってみようかなって思います。はい、はい、それでは残りのお金を発表します。はい、シノは110円。はい、いいですね。そして私18円でございます。買い物上手、すごい。ぶっちゃけ1000円は余裕でした。余裕ですね、私からしたら。しのちゃんは分かんない、でも好きなもの食べれるからいい。あー、なるほどね。さゆちゃんめっちゃ豪華じゃん。ね、自分でもびっくりだわ。死が変えるとは思わなかった。なんかもっとキツキツな生活になるかと思ったら一番好きなものを食べてしまうことになるとは。じゃあほんと次回500円でやってもらいますよ、2人とも。じゃあ次回500円生活を交互期待ということで、お楽しみにしておいてください。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。